どうもこんにちは、ゲームデイズの太郎です。皆さんお久しぶりでございます。こちら歪みの国のアリス、今までねなかなか更新ができてなかったんですけど、ようやくいろいろと落ち着いてきましたので、今回からねまた再開していきたいなと思います。もうねずっとね気になってたんだよね、途中で終わっちゃってたのが。なので今回の更新でどんどんねやっていってクリアまでいきたいと思います。ぜひ一緒にご視聴お願いします。動画はねパート4まで出てて、前回は廃棄パン君をねアリスが選んで連れていくっていうところで終わりましたね。じゃあ今回その続きからやっていきたいと思います。ロードでいいのかな。あ、ここだ。じゃしゃ猫、私決めたわ。こっから行きましょう。私決めたわ、廃棄君にする。あ、ここでいきなり羽求められる。いいよ、はい。羽のある限りやっていきましょう。へ、という顔で、廃棄君が私を見返した。そう、廃棄君は選ばれなかったから、すごくね、アリスのこと、選ばれなかったことをね、なんか、後悔してるんだよね、ずっと。僕らのアリス、君が望むなら。いやー、アンパン戦争も乗り越えて、ようやく脱出？私と自社猫は、廃棄君を連れて、鶴岡パン店の裏口から外に出た。ここめっちゃ物騒だったからな。表ではまだアンパンたちの戦いが続いていた。やば。こいつらよく戦い、怒りが持つな。おお、今回また派手にやってんな。こいつなんだ、詳しいの？戦争。廃棄君は感心したようにうなずいた。しまった。すっかり忘れてた。ああ、もうどうしよう。私はおろおろと周りを見回した。何が？何ってこれ？私は目の前の光景を指さす。ほっとけばいいんじゃね？廃棄君はあっさりのたまう。でもこの騒ぎ、私にも少し責任があるかもしれなくて。いいって、気にすんなよ。アンパンは争い事が好きなんだよ。初めて聞いた。そっか、アリスが帰ってきたからテンション上がりまくってんだな。そう？それってやっぱり私のせいで騒ぎが拡大してるってことなんじゃ。そんな私の不安をよそに、チシャ猫は私を肩に乗っけたまま、モールの真ん中へ歩を進めた。ちょっと、チシャ猫、アンパンたちに見つかっちゃうよ。これ見つかんないように行きたいよな。けれど誰も私たちには注意を払わなかった。小豆の聖地は北海道だ。何を抜かすか、小豆は丹波よ。丹波大納言。どうやら素材原産地にまで争いの種は拡大しているらしい。なんかこいつらこのネタで一生争ってるから、もう喧嘩実はやめたいのに、なんかもうやめれなくなっちゃってるみたいな。なってるかもしれない。ちぎれたアンパンの腕やら足やらをかいくぐりながら、私たちはエレベーターへと向かった。でもよ、本当に俺なんかでいいのかよ。廃棄君お前、自信なくなってきたのか？大丈夫、いけるよ。自社猫の脇を歩く廃棄君が倒れたアンパンを踏んづけながら、気をくれしたように言った。もちろんよ。あのね、あんまりその、味わって食べてもらうことはできないかもしんないんだけど、なんかパクパク食べてたもんな、上の人。いいよ。今は食べてもらえるってだけでありがたいさ。よかった。そういった私の目の前をアンパンの生首が弧を描いて横切った。マジでさ、激しいじゃん。争い。何言ってんだお前。牛乳だろ？牛乳が一番合うんだよ。次の話題に行った。無限に話し合えんな、こいつら。それをぶん投げたアンパンが叫び返す。日本人ならちゃじゃ、牛の乳など。もう戦いのネタは何でもいいらしいね。本当にね。ねえ、アンパンたち、本当に放っといていいのかな。
私は心配になって、シャネコのフードを引っ張った。気の済むまでやらせておあげ。シャネコは、頓着なく言ってのける。仲良くしたらいいのにね。どっちも美味しいんだから。というより、どっちも大して変わらないと思うんだけどな。そんなこと言ったらさ、マジで怒られそう。粒があるかないかってのは、そんなに重大な問題なのかしら。ねえ、ハイキ君は、コシアンパンと粒あんパン、どっちが好き？アリス。ハイキ君は、呆れたようにため息をついた。んなこと俺に聞くなよ。共食いが好きかって言ってるようなもんだぞ。そっか。お前パンだったな。そっか、ごめん。じゃあ、シャネコは？猫はパンを食べないよ。言いながら、シャネコが急にかがんだので、私は危うくずり落ちそうになった。危ない危ない。パン好きじゃないの？猫ってパン食べないんだ。シャネコは体を起こすと振り返って薄く笑った。アリスが中に入ってたら食べるよ。え、怖いこと言うな、お前。アリスが具だったらってこと？この話題にはもう触れないでおこうと思う。そうだね。禁止ワード。ああ、ようやく帰ってきたな。レストラン稲葉。ただ、厨房とホールの間で倒れているカエルが明らかに増えている。カエル無事か。突っ伏したままの公爵もピクリとも動かない。いよいよ急がないと全員この世の地獄からあの世の天国へ行っちゃいかねない。あの人が公爵夫人よ。食べてくれるかな。私はハイキ君に公爵夫人を紹介した。俺は彼女に食われるんだな。お前嬉しそうだな。無事に食べてくれるといいけど。行くか。はい。残り2枚。なんだよ、くれよ。ちょっとの間だけど情が映ったかな。ハイキ君は明るく笑った。アリス。何？シャネコが私に一本の指を差し出した。シャネコの指じゃない。アンパンの指だ。ショッピングモールで拾っておいたんだろう。お食べ？いらないよ。何言い出すのよ、突然。ちょっと食べづらいよな。パンたちのだから。ストロベリーは小さく、あんこは大きく。シャネコは呪文を唱えるように言った。大きくなれるの？元に戻れるってこと？にんまり顔がうなずく。あ、そういうこと？アリスを大きくするためにパンを取ってきたってこと？でも、やっぱり指を食べるって気持ちいいもんじゃない。食えよ、アリス。アンパンは単細胞だけど味が悪くないぜ。お前。屈伸運動をしていたハイキ君が首をひねってこちらを見た。お前も行くか？うん。そう言われて、私はしぶしぶフランスパンほどもある指を受け取った。シャネコは私を床に下ろす。ハイキ君に言われたら言い返せないのよね。食べるのかな？なんかさ、今食べて大丈夫？外出てからのがいいんじゃない？よし。なんか不思議の国のアリスだったら、普通の大きさじゃなくてさ、なんかとんでもなく大きくなるじゃん。だからどうなるんだろう。私は覚悟を決めて目を閉じた。平気平気。パンであることは間違いないんだし、ゴキブリ型とかナメクジ型パンより断然人型の方が。うっ。アリス？ごめん、なんでもない。うっかりゴキブリ型パンとナメクジ型パンを食べるところを想像してしまった。お前自分で納得しようとして逆に効果を発揮してしまった。じゃあいただきます。私は思い切ってアンパンの指先に噛みついた。
爪の部分は薄い飴でできていた。カリッとしていて美味しい。あ、美味しいんだ。よかったね。これでまずかったらさ、こんな指先なのに一口であんこにたどり着いた。アンパンたちの体には隅々までぎっしりあんこが詰まっているんだ。私はごくんとアンパンを飲み下す。お、美味しいです。声震えてない？そんな私を見て、ハイキ君が嬉しそうに笑った。世界が揺れた。縮んだ時と同じめまいが始まる。みるみる床が遠ざかっていった。あ、大きくなっていってる？トンと背中をチャネコが支えた時には、私は元の大きさに戻っていた。あ、よかったね。まず自分の両手を、体を、そしてあたりを見渡す。巨大に見えていたレストランも、実はそんなに広くない。こじんまりとした趣味のいいレストランだ。戻ったんだよね。振り返ると、巨大だったチシャネコの顔が小さくなっている。見上げるしかなかったハイキ君も、私の胸あたりまでしか身長のない小さな男の子だ。私はなんだか恥ずかしいような気分になって、スカートの裾を直した。そういえば、服が破けていない？着るときの縮みっぷりを考えれば不思議じゃないか。なんだ、アリスって割と大きかったんだな。今まで全くさ、わかんない小ささだったもんね。ハイキ君が眩しそうに私を見上げた。なんか仲良くなってない？よし、俺もそろそろ行くか。覚悟決めたか？ハイキ君。お別れだな、アリス。私はぎゅっとハイキ君を抱きしめた。カサカサの肌、髪の匂い、でも嫌じゃなかった。ハイキ君はくすぐったそうに身をよじる。泣くなっつったろ。アリスを抜かしたなんてバレたら首をはねられちまう。お、ごめん。ありがとな。お前のおかげだよ。私、何にもしてないよ。促すように、チシャネコが私の肩を軽くつついた。私はハイキ君から体を離して立ち上がった。ほら、泣いてねえで、ちゃんと見とけよ。俺の晴れ舞台なんだからな。見届けるか。俺が食うってなんないのかな、アリス。そう言うと、ハイキ君は身軽にテーブルに飛び乗った。公爵夫人の座っているところから向かいの端まで下がると、おっさん、ちょい邪魔、とテーブルに突っ伏した公爵を足でこづく。公爵は怒る気力もないのか、ふらーっと顔を上げると、椅子の背もたれにぐったりと体を傾き、預けた。ハイキ君はテーブルのギリギリ端まで下がると深呼吸をして、公爵夫人を睨みつけた。公爵夫人は相変わらず食べ物を口の中に放り込み続けている。私は思わず隣に立つチシャネコのロープを握りしめた。ハイキ君は私に軽くウインクすると、それを合図にテーブルを蹴った。どうなる？ハイキ君、行くか？10メートルあろうかという大きなテーブルをかけ、鮮やかに跳躍する。そしてほんの少しの迷いもなく公爵人の口に飛び込んだ。トタン、グッ、公爵人が潰れたうめき声を上げた。喉に詰まった。あ、パンだから。グッと夫人がもう一度うめいた。ドンドンと自分の胸を手で打っている。え、ハイキ君さ、そこそこ大きかったと思うんだけど、夫人何バクーって言っちゃったの？そんなわけでかかったってこと？マジでかじゃん。灰色のローブを握りしめた手のひらが汗ばむ。鼓動が速くなった。お願い、吐き出したりしませんように。大丈夫かな、食われてくれ。ハイキ君、吐き詰まるような緊張の中、ゴクンと夫人の喉が鳴った。うおー、拍手。大きな塊が怖
放射空人の喉を通過したのがここからでも分かった。そして何事もなかったかのように狂った食事が続く。私は公爵夫人から身を離せないまま隣の猫に尋ねた。ちゃんと食べたよね。視界の隅で猫がにんまりうなずいたのが分かった。そう、よかった。私は涙を拭った。いやー、ハイキ君選んでよかったね。よかったね、ハイキ君。あとは小さくなってくれるかどうかなんだけど、そのことについては多少不安があった。何せハイキ君は年季が入っている。外見から見るに中のジャムだって変質しているだろう。あ、夫人を小さくするためにパンを取りに行ったのか。小さくなったり大きくなったりする効果が一体何によって引き起こされるものかは見当もつかないけど、変質したストロベリージャムパンがちゃんと作用するかどうか。小さくなれ、小さくなれ、お願いだから小さくなって。私は公爵夫人を睨みつけながら小声でつぶやき続けた。すると私のつぶやきにこうするかのように公爵夫人の体が縮み始めた。え、やったんじゃないこれ。まるでパンパンの風船から空気が抜けるみたいにシューッと縮んでいく。やった、成功これ。私は公爵夫人のそばに駆け寄ったこのまま小さくなってるのかわいいね。公爵夫人はマッシュポテト、マガイの何かが盛られたボールの中でキョトンとしていた。小さかった頃の私よりもさらに小さい海苔分帳サイズだ。これも食べ放題だよ。ハイキ君がかなり強烈に聞いたみたいだ。おお、おお、お前、公爵。ヨタヨタと公爵が駆け寄ってきた。おお、こんなに小さくなってだ。夫人はキョロキョロとあたりへ見回している。まだ状況が飲み込めていないみたいだ。さあ約束よ、公爵。白ウサギのこと教えて。もちろんもちろん、白ウサギならそこの、キャーという公爵夫人の悲鳴に私たちは振り返った。え、ちょっといいところだったのに。あまりのショックに叫んだのかと思ったけれど、そうじゃなかった。夫人は嬉しそうにマッシュポテトの海に顔を突っ込んだ。お前、これ、お前、なんだろう。食べ物が大きくなったわ。これならいくら食べてもなくならないわ。ああ、なんて幸せなの。お前めちゃくちゃポジティブ。逆に食べ物が大きくなったと思った。公爵さん、それで白ウサギはそこの、何も変わっておらんではないか。いや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 、もうだいぶマシになったやろ。私は食事を終わらせてくれと言ったのだぞ。前より危機として食べておるではないか。それは、まあでもほら、小さくなったってことはお料理がちょっとでもいいんだし、そうしたらカエルさんたちの負担は軽くなるでしょう。カエルなぞどうでもよい。私は、私の平穏は、平穏って言われても。私はちらっとチシャ猫を見た。チシャ猫は公爵に詰め寄られている私を餌にじっとマッシュポテトのボールを覗き込んでいる。私は少し不安になった。公爵夫人を食べたいとか思っているんじゃないでしょうね。ちょうどネズミと同じぐらいの大きさだし。我アリス、聞いておるのか。え、あ、いい奥さんね。とっても前向きだと思うわ。やばいやばい、これ教えてくんないか。アリス、愛してるんでしょ。あるがままを受け入れてあげたら。じゃあ白ウサギのことなんか教えてやらんもんね。教えてよ。もう
聞き分けのないこと言わないでよ。状況はマシになってると思うわ、少しは。アリス、ボールを覗き込んでいた小さな猫が不意に私を呼んだ。なあに？私はこれ幸いと公爵の追及を逃れて小さな猫に駆け寄る。小さな猫の視線を追ってボールを覗き込んでみると、なんだか公爵夫人の様子がおかしかった。食事止まるか？一応気になるね。行こうか。最後の羽。夫人はお腹を抱えてポテトの海をのたうち回っている。どうしたの？やっと食べ過ぎに気づいたんだろうか。え、解決する？食中毒？あ、まさかハイキ君？ぼそっと小さな猫が言った。これ何？大丈夫？逆に怒られるかな。公爵は当ててポテトの海から夫人を拾い上げた。お腹痛い。食事終わるよ。お前や、大丈夫かね。トイレ、あなたトイレ。これ何十年ぶりのトイレよ。トイレ、トイレだな。任せておきなさい。夫人を両手に乗せた公爵は、いそいそとトイレに向かおうとして、私を振り返った。ありがとう。私らのアリス、世話になったな。お前行くなよ。帰ってこいよ。そうそう、白ウサギならそこの扉を抜けていったよ。やっと。公爵はそこの、と顎をしゃくった。その壁にはポツンと小さな扉があった。今まで巨大公爵夫人に隠れて見えていなかったのだ。トイレー。おう、もう少しだ。我慢惜しい？もう嬉しすぎてさ、トイレ連れてっちゃうね、これ。公爵は満面の笑顔でトイレに駆け込んでいった。やっとヒントを手に入れたか。急にレストラン内に静寂が舞い降りた。大丈夫かな、公爵夫人。私はぽつりとつぶやく。原因は間違いなくハイキ君だろう。だとするとかなり気合の入った食中毒に違いない。大したことでもないさ。かなりでかかったけどな。茶車猫は笑ったまま興味なさそうに言った。そうね。夫人の胃は丈夫だもんね。白ウサギの行方も聞けたし、結果 OK よね。私は厨房を覗いてみた。カエルたちはその場に倒れて死んだように眠っている。お疲れ。料理女も胡椒の瓶と包丁を握りしめたまま眠っていた。一年間休め、お前ら。とりあえず一年ぐらい。お疲れ様。そっとつぶやいた私の背後で、茶車猫が久方ぶりのセリフを口にした。さあ、アリス、白ウサギを追いかけよう。私は公爵の示したドアの前に立った。上品な店内には不釣り合いな冷たい鉄の扉だ。普通の扉より少し小さめだけど、かがめば通れるだろう。ドアは簡単に回った。この先何があるんだ？よいしょと冷たいノブを引っ張ると、重い扉がノロノロと口を開ける。なんか怖いね、通路が。中を覗くとすぐに四五段の階段があり、そこからまっすぐに薄暗い通路が伸びていた。幅は一人分ほどしかない。私はかがんで扉をくぐると通路に足を踏み入れた。しっとりとした湿気が肌にまとわりつく。なんか不気味。なんか何、ガシャンと重い音が背後で響いた。ドアが閉まったのだ。え、戻れなくなっちゃった。外からの光が遮断されて、急に通路は暗くなる。慌ててドアノブをつかもうとした私の手は、空を切った。え、
あれ？慣れない闇の中で手探りでノブを探す。けれどそこには真っ平らな壁があるだけで、ドアは影も形もない。嘘でしょ。ドア、消えちゃった？焦ってドアがあったはずの壁を叩く。チェシャ猫、ねえ、聞こえる？え、チェシャ猫ともはぐれたのかな？だけど返事はない。叩いた感触も鈍く、向こう側に空間がある感じではない。ピタピタと軽い音がするだけで手が痛い。私は通路を振り返った。コンクリートを打ちっぱなした通路だ。ぽつりぽつりと裸電球が天井から下がっていて、頼りなさげな光を放っている。通路の奥は暗くて見えない。もう一度ドアのあったはずの壁を探る。やっぱり壁しかない。戻れないのなら進むしかない。いやー、なんか変な空間行っちゃったね。学校でもそうだった。幸い一本道で迷うことはなさそうだ。私は覚悟を決めて足を踏み出した。ここまでかー。またちょっと気になるところで終わったなー。はい、ということで歪みの国のアリス、ようやく公爵夫人の問題が解決したと思ってね、白ウサギ追いかけ始めたんだけど、なんかまた変なところ行っちゃったな。チェシャ猫ともはぐれたんだろうか、あれちょっと心配ですね。続きどうなっていくんでしょう、気になりますね。また次回やっていきたいと思います。では今回これで終わりにします。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどお気軽にお待ちしてますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。